さんこんにちは、4年の小田葵です。出身は北海道の札幌市というところで、割と有名な雪国から来ています。好きな食べ物はアイスとキウイ と最近気づいたのが、その2つと同じぐらい私は桃が好きだなって思います。学校生活では、自分で企画してやる自主企画ライブにを作っていたり、あと友達が企画したライブに参加させていただいたり、コンクールに出たり、ディズニーに行ったり、そうですね、授業の合わせなどをしてとても忙しいですけど楽しい学校生活を送ってきました。はい、ではそろそろ曲の説明をしたいと思います。今回演奏する曲は私のオリジナル曲で、アイリスという曲です。プログラムノートにも私の曲の説明を入れさせていただいたのですが、それをさらに簡単に説明しますと、その前にですね、私はこの雑貨屋さんで見つけたポストカードを見た時にとても一目惚れしてしまって、どうしてもこの曲が書きたいと思って、それまで書いていた曲があったんですけど、それを一旦中断して書き始めた曲です。この女の子が、これ森なんですけど、森の中を笑顔で踊り回っていて、最後にたどり着いたところには綺麗なアイリスの花がたくさん咲いていたり、その空の上には綺麗な虹がかかっているっていう、とっても簡単なストーリーをイメージした曲になっています。効果音なので雨粒のキラキラを表現していたり、あとフレーズや、そうですね、面白い音を使って周りから入ってくるさまざまな情報の中で過ごしているような、イメージが伝わればと思います。でアイリスの花言葉の中には希望やメッセージという意味があるのですが、今回作ったこの曲には私から、いつもお世話になっている皆様に感謝の気持ちを伝えたくて作った曲にもなっています。今日の演奏でその感謝の気持ちと今の私が伝わればと思います。はい、それでは私のオリジナル曲アイリスを聴いてください。